悪趣味やな。なんかすごいのがいるけど。ご機嫌でしょうか。え、あ、そうだったの。マイカーがアントニオ猪木のファンでしたか。政治の世界に飛び込んだのもそうですか。ちょっと倒したいなこいつ。この燃える闘魂じゃないんだね、燃える熱情なんだね。今から一勝負、ご機嫌でしょうか。元気ですかがご機嫌でしょうかになってるね。なんかムカつく。あ、いたー。結構ダメージでかい。投げ結構体力あるぞ。さすがプロレスラー。なかなか、あー、やばい、結構ダメージでかい。なんのその攻撃スタイルが結構あの人にやっぱり似ている。よいしょい。はい、というわけで多分2ラウンド目はカットしていると思います。倒してやった。いちいちムカつくなこのポーズが。はい、というわけでオープニングでした。2回戦の相手かな、この人リサ、この人が2回戦の相手みたいです。はい。あら、お素敵、ストリートで出会ってファイトってこの街らしいやね。リサ何スタイルなの。いった、うわー、投げも出してくる。このスタイルで DJ か。おお、なんかすごいかわし方してきた。あ、やばい、強い。危ない。結構強いぞ。これで2回戦突破ということでよろしいかな。すごいな。ハガー市長がマッドギア相手に暴れ回っていた頃もきっとこんな風に街のあちこちで戦ってたんだろうね。まあ一方的でしたけど。ナイスファイト、リーグ管理局。次の対戦相手をマッチングしました。お、どうやら次の対戦相手は夜にいるみたいですね。一度自宅へ戻って夜を待ってください。夜じゃないと戦えないみたいです。あちこちにこうやって戦う人が待ってんのかな。トンチャイ、どうも。
あ、そうか、 DJ ってキックボクシングだったんだっけ。全くそのイメージないわ。なんか強そうだからやめとこう。よし、じゃあ夜待つしかないか。その他なんかやれそうなことある？ここ通れないんだよね、多分ね。あ、なんかやれそうなのあるじゃん。バスケ堂本マンド。行こうぜ、あそこ。バイトしよう、バイト。よし、じゃあちょっと一旦カット、バイトしてくる。誰ですか、バイトは。ネイさん？あ、バスケ堂本マンド。よー、ここでの催しに興味がある。そんな顔しているな。 OK、 だったらいいぜ、参加しな。そういうやつは大歓迎だ。ここでうまくボールをさばくと客が喜んで金が動く。つまりそういうこと。分かったか。まあ、まずはやってみるといい。どういうことか全然分かんないけど、飛んでくるボールをドライブパリーしよう。入力が遅いと当たってしまう。ドライブパリーの入力でドライブゲージは減少。入力し続けていても減ります。なくなるとゲームオーバー。ジャストパリーとなって高得点獲得、ドライブゲージ回復。白ボールは他のボールより高得点。なるほど。こうか。ドライブパリー難しいね。いった。ビシッてぶつかった。これでいいの？パリーの練習になるわけだね。もういいですこれでいいの？バイトっていうことなの？え、これで次やるとまだ何になるの？あ、しまった、同じのをもう一回やるだけだ。じゃあこの人たちはみんなパリーの練習してんの？へえ。はい、じゃあ、夜になるまで待ちますか。一旦カット。へえ、まあ、また今度ね。寝ようかと思ったんだけど、なんかいる。バルトアイ。アルバイトはいいぞ、そういうことかい。バイトアイってこと？あ、違うかそうか、まあ何でもいい。アルバイトはいいぞ。金も稼げて体も鍛えられる。かつて車にワックスをかけて鍛えたみたいな話もあるらしいからな。時に今君は暇か？まあ何でもいい。時間と金は作るものさ。というわけで早速アルバイトに行ってこい。空手をぜひやってみてくれ。やってみるよ。アルバイトはいいぞ。よし、夜にわざわざ来ました。さあ、3回戦はなんか誰かぶつかってきそう。3回戦の相手はエルネスト。お、大丈夫か。お互い3戦目かな。これで勝った方が本戦出場だね。予選は3試合だったのね。エルネスト、そこそこやるやん。もうちょっと痩せた方が良かったかしら。
ちゃんとめくってくるやん。おお、投げ返してくるやん。10回特殊攻撃がヒットをやってない。あー終わっちゃうわ。もわざと負けてプレゼントもらいにも良かったか。あーそこで蹴りが決まってるかな。そんな問題じゃないです。お、予選通過おめでとうございます。スタジアム受付にてエントリーをお願いします。ということで予選を通過しました。駆け出し。そうそう、大会で優勝したいなら普通に鍛えるだけじゃダメだ。なんだそのスタンプは。街のあちこちで困ってそうな人がいるだろ、こまめに話を聞いてみろ。に、俺のおすすめはバスの T シャツ着たやつら。黄色と黒のクールなデザインのこれ着てる人もなかなかだけどね。話聞けばいいことあると思うよ。俺のフーチューバーとしての勘が、あと早いな。ああとついでにはいいよ。フーチューバー駆け出しの宣伝してもらってもいいんだぜ。はい、予選通過。やべ、目の前に何かいた。じゃあ何、黄色と黒の何やれって。今ここか。あ、違うわ、ここは来れないか。ここ行けるかどうか行ってみるか。ちょっとサブクエ行ってみるか。こっちから戦えないんだったらやめとくか。お、力士が走っとる。すごいすごい、みんな鍛えてんのかな。あ、そうだ、こっちから先行けないんだった。ここで終わりか。こっから上行っても何にもないしね。よし、じゃあまた、じゃあ元にかまた帰んなきゃダメか。じゃあ一旦帰ります。よし、これで行けばいいのかな。あれ、なんかアルバイトはいいぞ。エキストラ、安全第一、なんかいっぱいあるね。ただここら辺の付近に行くときにやりたいんだよな。よし、じゃあエキストラこれやるか。ちょうどルークに会いに行きたいからね。じゃあ今日はバイトじゃないや、サブクエ2つぐらい織り交ぜていきますか。ちょっと体力がないですね。俺が食べたいものを食べる。ここら辺？マネージャーオスカーね。いきなりだけど、フランスに行って投げ飛ばされて地面に叩きつけられたいっていう、背が高くて美形で潤んだ瞳が子犬ちゃんみたいに可愛らしい男の子ってこの辺りにないかしら。まあいないわよね。だったらもう柔道着さえ着てたらドテカブチャでもいいんだけど。やべ、マノンに会えますねこれは。あなたどう？柔道着持ってる？エキストラどう？え、柔道着を持ってればいけんの？柔道着売ってる？いらっしゃいませ。売ってた道着。道着した。買えってこと？俺これ買える？ギリ買えるけど。どう？じゃあこれでわざわざ買ってきてあげたよ。もうどう？あら、道着ね。ちょっと私の理想とは遠いけど目を閉じてみたら大丈夫。なんかうまくいったよ。フランスは行くわよ。そんなさらっとフランス行くわよって言われても、はい行きますとはならないけど。ドローンカメラ OK です。3、2。
いや、おかしいって。なんだこれ、何見させられてんだ。向こうにいる。え、ちゃんと着替えたの、エキストラ。投げられた。はい、カット。オッケーです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様。オッケーです。エキストラマルティーヌ。ねえ。あなた撮影は初めて、ひどい動きだったわ。でも戦いの方はちょっとできそう。新人関係バトル開始よ。え、いきなり？マルティーヌ、どうしたの、柄悪いな。7ヒットコンボ達成、パワーアップ効果がある状態で倒す。ちょっと待って、これでいいかね、いっぱいある。ああ、痛い。4ヒットコンボとかやってくるじゃん。どう？これでクリア。もう一人は？ 7 ヒットコンボ。足りない。いたー。次は3回ハードノックダウン。ほう、大足でいいみたいな。投げでもよかったかな。もらうものもらった、アルバイト代。さすが。やっぱりできるわね。マノンさんに会いたいならまずオスカーさんに挨拶しなくちゃダメよ。あら、エキストラの子ね、こいつに誘われてここまで来ました。なかなかの投げられっぷり、よかったわよ、ご苦労様。そういう喋り方じゃないとダメ。で、何、マノンにご用？ダメよ、サインなんて写真も NG。 そんな着やすいキャラで売ってないんだ。一回エキストラしたくらいでお近づきになんてなれないのよ。残念、師匠にはなれなかった。ごめんね。ごめんね。あなた、投げられ役としては悪くなかったわ。特別にもう一度投げてあげましょうか。違う違う。おろおろ、もしかして投げられるだけじゃ満足できなかったかしら。じゃあこうしましょう。ちょっ、私を投げてみる。もうって言ってる。青。ごめんなさい、私の間合いだったもので、ついね。ああ。投げは間合いとタイミング。これで懲りたのでなければ、もう少しお相手しましょうか。そっちがお望み。最近戦わせてくれないか。自分が8回以上投げを食らう。
投げ攻撃がヒット、投げ攻撃がヒットってことは投げだけいきましょう。やったー、お返し。投げさせてくれない。あ、投げれた。意外と簡単に投げさせてくれる。投げだけしかやらない。痛い。投げはめ。あ、やられた。ブラボー、素敵な試合でした。でも相手からも投げられないと物もらえないんですよ。フェイスオー、いた。ボコボコ、いや投げてくれ。いや、なん、あー、技ちょうどなんか技されたけど投げじゃねえ。全力で来てくれてもよかったのよ。へえ、あなた悪くない。しばらく撮影でここにいるから、また投げられたくなったらいらっしゃい。何か手伝ってもらってるうちに投げ方も上手になるかもしれないわね。はい、というわけでマネージュドレ、メダルが増えるってちょっと面白いですね。お話、へ、貧乏旅行で修行生活、あら、おらららら、ら大変ね。例えば野菜だけを食べる日を決めてはいかが。無理です。いいわよ、地球のためとは言わないけど、心身がクリアになってとても爽快よ。無理です。そんなのは無理です。あなたって誰にでも弟子入りするんですって。なんて人かしら。他流時代ならわかるけど、なぜ見ず知らずの人を先生にできるの。なんですって。最初についた師匠の教えだから、あなたの流派が広まらないことを願うわ。聞いたわ、本当に。な、うん、こんなもんかな。 あとマネージャーとお話。どうしてかしら。ちっとも憎めないのよ。どうしてかしら。あ、もうこいつらももうやられた後になってる。そうそう、誘惑が多すぎるわ。この子は自分を律することはできなさそうだ。お友達になれそう。その国にはその国の品があって、フランスだからいいのを期待しますよ。あ、フランス料理ですね。ちょっとマグニはちょっと難しいかもしれない。それよりもじゃあ服はなんかいいのないかい。なんでフランスで。あら、これは おしゃれなのがあるじゃない。こういうのよ、買っちゃおう。まあこれしかないもんね。あら、ちょっと似合わないけど、ちょっとこれもかぶっちゃおうかしら。ありがとうございました。おフランスな感じになりました。下が道着。下を脱ぎなさい。まず下を、道着の下。なんかちょっと似合うのある。女の子らしい服、何にも持ってないのね、あなた。いや、これはちょっとおかしいな。あ、ちょっと、もうちょっと可愛らしいの欲しかったね。なんかもうちょっと可愛らしいの欲しかったね。イヤリングか。いや、これはなんかちょっと、メガネは悪くないけどね。
あ、そういえば俺全然ステータスいじってない。え、14もある、気づかなかった。ドライブゲージを消費することで時間の進みを遅くするドライブスローが移動時に使用可能になる。少し攻撃されにくくなる。ドライブゲージが1本増える。もうレベルが低い敵から攻撃されない。次は SA ゲージ、防御力。なるほど。じゃあ帰るぞ。 なんで俺こんなところにいるんだっけ。ついでにこっち行っちゃう？こっち行っちゃおうか。よし、じゃああとは受付をしたら今日は終わりでいいかな。昼で受付を行う。本戦登録。本戦に登録したいです。お、素敵。ついつい近づいてしまった。あ、剣マスターズもどきがおる。まだお前は予選突破できたんか。はい。めっちゃあくびしてる。本戦への出場登録しました。本戦の開催はメッセージでお知らせしますので、他の予選通過者が出揃うまでしばらくお待ちください。何もイベントなかった。あった、何通格好で予選に出るんだよ。うわ、誰だお前ら、強そう。これが新人ですか。あなたノービスリーグに出場するの。この格好で申し訳ない。舐めた格好で申し訳ない。そう、強いのね。あら、そう思います。何のために戦うのかしら。ねえ、あなた誰かから何か預かっていない？それはきっと普通の人が持っていても何の役にも立たないもの。詳しく調べたりせず忘れてしまうのがいいわ。おや、何かを知っているのかしら、この人も。そんな簡単に持ってるんじゃないよ、本当に。ルークに渡してて、ルークに。んなポケットに入れとくもんじゃないでしょ。もう座ったら パキーでじゃないの、それ。メッセージが届きました。リーフェン、私だよ。別に今すぐってわけじゃないけど、私のとこに来てほしい。姉弟子より、姉弟子っていうふうに言われた。リーフェンとこ会いに来てって。どうしよう、今日ここで終わりたかったから、じゃあ次回リーフェンところ行くわ。というわけで今回はマノンに弟子入りしました。今後もね、マノンの技を使うことになるかどうかわかんねえけどね。もし今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。話しかけれなかった。うん、3回投げ攻撃がヒット、余裕。ちょっとあれだね、お金稼いでもうちょっとマシな服着よう。このタイプの声いくらでもいるんだな。ちょっとマシな服買おう。なんかついつい興味本位でこんな服買ってしまった。いかんいかん。勘弁してよ。よし、じゃあまあ早くリーフェンに会いたいけど、リーフェンは次回ね。では今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。色違い見っけた。色違い。いっぱいいるんだな、この子。